夢ラジオ、今日は令和4年8月10日水曜日です。時刻は午前7時半、横浜港北、朝が来ました。水曜日の朝、爽やかですね。空は雲なくけれど夏なので、薄くもやかかっていて、丹沢の稜線がぼんやり見えるだけ。港のランドマークタワーもうっすら浮かび上がるだけです。セミたちはもう鳴き始めていますね。夏の朝、いかがお過ごしでしょうか。風が爽やかですよ。エアコンなんか全くいらない。さて、今回は桜を去っていった人たちパート10、西田昌司取り上げます。西田昌司参議院議員ですね。桜を去っていったと言っていいでしょう。ところがこの西田さんも去年あたりまではビデオレターということで桜にお出になっていた。そして5、6年前までは討論にも主に経済討論として西田さんよくお出になっていた自民党の西田参議院議員です。もともとは税理士で京都のお方で、ずっと税理士してはったんですけど、自民党から参議院議員に出て当選。これがもう10年以上前ですね。これがね、10年以上前ですよ。10年以上前だから、ちょうど民主党政権ができたのが2009年ですよね。あのあたりじゃないでしょうか。あの民主党政権ができたのは衆議院の選挙ですが、あのあたりの参議院選挙で西田さんは初当選されて、今3期目だと思います。あ、だからもうちょっと前か。あの衆議院選挙、民主党が政権取った悪夢のような、あの2009年夏の衆議院選挙の前の参議院選挙で通ったのかな。で、税理士であるということで、要するに入りと出、収入と支出、それには人一倍敏感で、結局財政と言おうが会計と言おうが結局入りと出の話なんですよ、ものすごくざっくり言うと。で、その入りと出というのを、あの国家財政に当てはめてみた場合ですね、あの日本の国債は実は危ない状態には全くないし、ハイパーインフレも起きないし、どころか日本の国家財政はもう健全なんだと。この論調を、そのちょうど参議院におなりになった頃から、あのやり始めた。今でこそ日本にハイパーインフレ起きないとか、日本の国債は破綻しないとか、日本の国債の累積発行残高は全く問題がないというのは徐々に広がりつつありますが、それこそ2010年前後の頃はですね、あの頃も破綻っていうのかな、財政破綻が非常に真剣に論じられ、東大や慶応の経済学部の先生がこのままでは日本の、あの国家財政はパンクするみたいなことはずーっと言ってたんですよ。そのこのままでは日本の国家財政がパンクするという、その東大や慶大の経済学部の先生たちの提言、これも相まって、それを補填するための消費増税ということで 8% や 10% へと上がりました。だからこのすました顔の大学の教員たち、経済学部の消費増税に加担して財務省の片棒を担いでるわけですよ。
東大の伊藤元重とか、なんかいましたよね、他にも。あと慶応の土井丈朗とか、この手の人たちですよ。消費増税の片棒担いでんの、こういう経済学者なるもので。それに対して西田さんは税理士という立場から、その当然貸借対照表とか、あるいは損益計算書とか、当たり前だけど見ますよね。でそれ見たらどうってことねえじゃんかということで、国のレベルで。だからハイパーインフレなんか起きません、国家財政は破綻もしません、だから消費増税もやる必要はありません、むしろ減税しましょうみたいな、そういう論陣を張ってました。その意味においては、同じく税理士出身で、同じく京都選挙区の衆議院議員であった、今は新党くにもりにいらっしゃる安藤博さんと非常に歩調を合わせていた西田昌司さんでした。でこの西田昌司さんは単なるその帳簿付けだけで終わる人でもなく、戦後日本の置かれた状況、それをサファリパークに例えて、結局サファリパークの動物たちは自分は自由に生きているように感じていても、公園の運営者によってしっかりと管理されているんだ、そのサファリパークの動物たちこそ今の日本人だ、今の日本人は戦後レジームによって何から何まで管理されているのに、自分は自由に生きている、独立して生きているように感じている。この日本人はサファリパークの動物だ理論、これは今でも水島社長がよくおっしゃっていますね。これはちょうど討論の中で西田さんがおっしゃってたことを、水島さんがなるほどと思って拝借して言われていることなんですね。だから西田さんの経済討論における発言というのは、今2022年においてはそうかなと、当たり前かなと、MMT 理論かなというものの、2010、11、12、今から10年ぐらい前は非常に過激に聞こえ、そして新鮮にも聞こえ、また正論でもあったわけです。この西田さんが水島さんと最初に衝突したのはヘイトスピーチ法に関してです。西田さんがヘイトスピーチ法を通そうとした。で、実際この法律は通りました。それに対して水島さんが大反対した。その水島さんがヘイトスピーチ法に反対した理由は、ヘイトスピーチを取り締まることによって、ヘイトスピーチを取り締まることによって、それがゆくゆくはヘイトでないスピーチをも弾圧する、要するに言論弾圧にゆくゆくはつながっていく、もう憲法違反なので、このヘイトスピーチ法は出してはいけない。これが水島さんの意見。一方、そのさくらに世話になっていた西田議員はというと、このヘイトスピーチ法は必要だと。で、この今日本のヘイト、それが外国から問題になってる、そして日本人がヘイトを言う、そういう国民だと見られてはいけない。で、ヘイトスピーチ法はそのヘイトのみを対象にした、そういう法律だから、それが拡大解釈されて他の言論が同時に抑圧されるふうにはならない、だから安心してほしい。で、水島さんはそれに対して安心なんかできるわけないと、その運用なんか一旦法律が決まってしまえば何度でもできるんだから、今いくら大丈夫だ安心だと言っても、そんな法律作ってしまうこと自体、将来の運用という点において拡大解釈、そして言論弾圧への道を開くことが可能性として十分あるんだから、そんな法律は通してはいけない。もっと別な、そのヘイトを言っている団体を取り締まりたいんだったら、もっと別のアプローチをするべきだ。結局このヘイトスピーチをめぐるこの論争は平行線のままでした。もう最後は長いことをお二人が
対談やって論争しても結論は出ず、お互い疲れたみたいな感じで分かり合えずに終わった。お聞きになりましたでしょうか。今から5、6年前だったと思いますよ。もっと前かな、7、8年前かな。この水島西田でガンガンやってた論争、結局ね、ヘイトスピーチ法は通過して今もあります。今もあります。で、このヘイトスピーチ法に関する論争があった後でも、西田さんはビデオレターという感じで桜にはお出になり、で水島さんももちろんそれを許可してたということで、たとえ論争で分かり合えなくても、桜は排除したりしないっていうことの良き例だということで、非常に私は好ましく見ておりました。西田さんがヘイトスピーチの論争後でも桜にビデオレターという形で出てらしたのは。けれど、そんな西田さんも桜を、去ることになったのは、安藤博さん、この安藤博さんの女性問題に関して、これは去年のことでしたね。結局安藤さんが女性と会ってると、でその女性とは何の関係もないということを証明してくれと京都府の議連会長の西田さんが、その仲良かった安藤さんに、そんなスキャンダルが出たもんだから、そんなん違うよねと、女性問題なんかありませんよねと、全く関係がないというのを一筆書いてくださいと。それで安藤さんはそれは書けない、なんで書けないんですか、いや相手の方にご迷惑がかかる、なんで迷惑がかかるんですかと、何もないんだからいいじゃないですか、いや何もなくてもそれは相手の方に、そもそも何もないんだから、そもそもそんなこと書く必要はない。いや西田さんはね、何もなくても今週刊誌でそんな噂が安藤議員に関しては流れていると、だからそれは払拭しなきゃいけないし、自民党、京都の自民党としてもこのままこれが流れたままになると困る、ほったらかしはまずいと、だから何もないんだったら何もないと普通に言ってくださいよ、いやできないということで、安藤議員は結局自民党からの出馬を取りやめて、これ去年のことですよ。そして新党国盛にいらしたという、こういう経緯なんですね。で、水島社長はこの時に西田議員と公開討論をこの問題についてやろうと言って、やりますと言ったまま開かれませんでした。事実上この安藤議員との対立が、西田さんが桜を去っていった、理由といえば理由でしょうね。私今でもね、この女性問題に関しては西田さんの言ってたことは正しいと思いますよ。あの頃も夢ラジオでそんな放送したし、今もそう思いますね。安藤さんはやっぱり潔白なんだっていうことであれば、潔白だっていうのは一筆書くなりなんなりで、しかもそれやってれば自民党から出される必要もなかったし、そのまま衆議院議員やれてたんですよね、安藤さんって。それやらないぞ、つまり一筆書きもしないぞ、そして肯定も否定もしないぞ、相手の女性に迷惑がかかるから沈黙なんだをやっちゃったもんで、そして週刊誌にはっていうと、その要するに不倫疑惑ですよね、それが出てき、そして相手の女性までが動画の中に出てきて、私もびっくりしております、全く関係ありませんみたいなことを言い出すに及びですね、もうこうなってきたら終分じゃないですか。だから安藤さんはそれで自民党を離党で、議員も離職、国会議員になったら、お一人でいる女性とは別にお付き合いしてもいいと思いますよ。お付き合いじゃなくてもね、ご飯食べてもいいと思いますよ。けどもう結婚してる既婚の女性と男のもう国会議員が食事なんかしちゃダメだ。で、安藤さん食事はしましたとかなんとかって、それは認めてましたね。で、それだけですみたいな。
いや、それだけかもしんないけど、そもそもご飯なんか女と食べに行っちゃダメだ、国会議員で。いや、もちろんね、その相手の方がお一人ですと、ね、シングルですと。で、こちらもシングルですっていうのは、それは別に何してもいいんじゃないですか。けれど、もう安藤さんだってご結婚されてて、相手の方もご結婚されてて、それでって言われたら、それは国会議員で不倫で叩かれますよ。ご飯なんか食べてたら、それだけですでに。他何にもなかったとしてもね。だからやっぱ脇が甘かったんです、安藤さんは。それはそう言わざるを得ません。で、安藤と西田っていうのはどちらも税理士出身で、そしてどちらもMMT 理論を唱えていて、で、日本にハイパーインフレなんか起きない、国家財政大丈夫と、消費税はむしろ減税すべきだ、もっとお金を世の中に回さなきゃいけない等のですね、まあまあ、まっとうな経済政策をおっしゃってるという点で、協力し合える立場にあったんですけど、この女性問題でもって、安藤、そして西田の両氏は、たもと分かつことになり、そして西田さんは、さくらから去っていくことになりました。西田昌司さん、チャンネルご自分でやってらして、私もたまに見ますが、もう、最近は MMT 理論一本やりでですね、なんかもうまたこの話で やるんですかっていう、もっと別のことテーマありませんかってちらっと言いたいですよね。だから長くは聞いてられません。最近はフォローもしておりません。たまに見るというぐらいですね。自民党の中ではもう公明党とべったんこになって、中国万歳みたいなね、で、今回話題になっている統一教会ともズブズブでみたいな、もうむちゃくちゃな国会議員が自民党にはぞろ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 いるわけですけど、その中では経済通、そして気骨のある議員として、西田参議院議員には頑張ってほしいなとは思っております。また青山繁晴みたいな変なパフォーマンスもしないので、さっきはチャンネルがね、単調で面白くないみたいな、多少悪口言ってしまいましたが、まあ、自民党の議員の中では期待大。さくらは去られたのは残念ですが、まあ西田さんがもうこれ以上さくらに行ってもしょうがないといえばしょうがないですね。ご自分でもチャンネル発信してらっしゃるようだし、西田さんはさくらを卒業されたということで、私たちも見守りましょう。イメラジオ、今回は桜を去っていった人たちパート10、このなんかもういやいや続けてるような去っていったシリーズパート10まで来ました。西田さんを取り上げました。ありがとうございました。